教カウンセラーの長野吹子です。今回の講座ではマイバッグ、マイ箸、マイボトルの3つのアイテムを使った誰でも、どこでも、いつからでも楽しく取り組める3枚運動についてご紹介いたします。1つ目はマイバッグです。プラスチックは廃棄物、海洋ゴミ問題などの課題があり、過剰な使用を抑制していく必要があります。このような状況を踏まえて2020年7月1日からレジ袋は有料になりました。レジ袋を使用せずマイバッグを持つことで家計の節約にもつながります。お気に入りのバッグを見つけるのも良いですが、第1回目の講座で折りたたみ傘の傘布からバッグを作る方法を紹介しています。不要になった傘をお持ちでしたらぜひご覧ください。2つ目はマイ箸です。割り箸はコンビニのお弁当、飲食店など様々なところで使用されています。日本では割り箸の年間消費量は約190億膳になり、国民1人当たり年間約150膳使っている計算になります。割り箸ではなくマイ箸を使うことで森林資源の保全、ゴミの減量による焼却エネルギーの削減などにつながります。外食時にはお気に入りのマイ箸を持参することで必要以上に割り箸を使わないようにしましょう。3つ目はマイボトルです。ペットボトルの消費量を国民1人当たりに平均すると年間で190本も使っています。近年夏の猛暑が大問題になっていますが、マイボトルを夏だけではなく年中携帯することでペットボトルの使い捨てを減らしていくことができ、いつでもお気に入りの飲み物が飲めます。横浜市ではゴミを減らしていくライフスタイルを提案していく中で、外出先でもマイボトルに直接飲み物を入れられるマイボトルスポットの設置を行っています。日常の一人一人の行動が地球温暖化防止やゴミの減量につながります。皆さんの積極的な参加をお願いいたします。